ございます。どうですか、あのいきなりいつものカメラじゃないものを渡されて困惑気味ですいつものカメラじゃないですって GoPro じゃんで画角とかさ、全然変わってくるわけじゃん、ポジション。そういうあれがあるんですね、うん、まあでも今突発でやったけどそんな変わらない気がするけどねだって GoPro もう録画ボタン押すだけですよ。それも知らないし、なんか設定とか、はい、いやちょっとうまく撮れるか全く分かんないけどね。そうだね、うん、ちょっとボツる可能性はあるんですけど、うん、なんかちょっとね、手ブレとかどうなのこれ。手ブレ補正は結構効いてるはずですけど、どうですか。分かりません、画面で見る限り。あ、効いてる気がするけど、これが反映されるのか分かんないけど、反映されてると思いますよ。うん、いや、ないですね、うん、なんかエイブなんとかさんっていう、はい、なんか YouTube をバーッと普通に見てたら、うん、最近またなんか結構 GoPro のおすすめがされるようになって、うん、はい、でそれなんかどんどん調べてたら、なんか一人エイブなんたらさんってちょっとリンク概要欄に貼ってきますけど、はい、YouTuber の人がめっちゃ GoPro 使いこなしてんの、でもどの基本 GoPro だけで全部 Vlog 撮ってるっぽいんだけど、うん、すごい映像も綺麗だし、うん、なんか見てても楽しいんですよ。へー、ちょっとそれめちゃくちゃ感動して、うん、あ、 GoPro だけでこんないけるんだと思って、うん、でもなんかどうもその人 GoPro の中の人みたいで、あ、社員っていうか結構なんかもう長くずっと GoPro で働いてて、うん、だからすごく詳しくて、うん、当たり前だけど、うん、でその設定の仕方とかもめちゃくちゃ丁寧に解説してて、こういうシーンではこの設定、こういうシーンではこの設定みたいな。めっちゃいいねそれ。すごいんですよ。ちょっとそれに感動しました、前にも。今日はちょっと GoPro だけで、うん、それ今これじゃあ設定したってこと？一応ね、へー、その今一応なんていうローライトみたいな感じにして、うん、一応外明るいけど中が、車内がどうしても暗くなっちゃうから、うん、そういう時はこの設定とか、おー、なんかその解説してる動画があったんで、うん、リンクしておきます。はい、なんかうまくいくかどうかわかんないですけど、うん、内製でもね、なんかもう研修にしてもみんなね、最後の最後のそのからくれ絶対してるはずなんですけど、うん、そのなんかこう最後の秘伝のタレはみんなあんま教えてくれないんですよそうだね。その人の動画も過去の動画だいぶ漁ったんだけど、からくれしてるっていうのは言ってんだけど、あ、言ってんだ。なんか どうやってんのかの解説は見つけられなかったんですよ、まだ。まあでもさ、ほら、からくれもさ、その都度その都度で自分の目でやってるから。そうなんだ、ね、これって言えないんだよね、きっと。まあ、丁寧に本当にシーンごとにやってるんですよ、きっとね、うん、だから僕みたいに一括で楽しようっていうのはそもそも考えが反してるから、うん、まあ、あんまりそういう情報はないんだと思うんですけど、ともあれちょっと、GoPro でここまでみたいな。でもマイクの音とかもすごい、なんかピンマイク使ってんじゃないのみたいな感じで、うん、なんか全然風切り音とかも気にならないし、なんかね、すごい感動したのか、あの使いこなせばここまでいけるんだっていう、うん、ちょっと感動があったんで、何せ今日はそれに影響されまして GoPro で。でもなんか見る感じあれだけどね、暗いけどね。いきなりダメな感じ。うん、わかんないけど、だからこの画面で見る限りでは、いつもの方が、あ、今ちょっと明るくなったけど、さっきまでずっと暗い。それは多分外に露出が取られてたから、うん、まあ、一個実践してなかったの、教えてもらったやつの中では、露出の固定するマニュアル露出の方法が GoPro であるんですけど、あ、それをやって、多分顔に露出合わせて固定しとくのが本当はいいんだけど、うん、ちょっとネズミさんにそこまで、いや言ってくんないとさそんなのさ。一個はやっぱりなんかライトの使い方がすごい上手いんだと思うんですよ、うん、まあ、当たり前なんですけど、うん、であと露出をやっぱり撮影中は固定して、はい、カメラに任せないっていうのも、うん、そのすごい綺麗に見えるコツだっていうのは語ってました、うん。
やっぱりこう勝手に明るさ変えちゃうじゃないですか、その外の明るさとかうちの明るさに合わせて、うんうん、だそれがすごいバカバカ色味が変わっちゃうから、本当は固定した方がいいらしいです。なるほど、はい、まあ、ちょっと今日はまだあの練習なんで、うん、まあ、ちょっとどのくらいいけるか分かりませんけど、センサーサイズ覚えてますか？はい、はい、1インチマイクロフォーサーズ APS-C フルサイズ。おお、じゃあ GoPro は？え？ GoPro？ GoPro のあれどれかってこと？はい、それは当てずっぽでいい？はい、ね、なんだろう、この当てずっぽはね、結構理解力テストになってますよ。あ、そうなの？だって1インチからフルサイズのセンサーの特徴が分かってれば、うん、GoPro がどういうセンサーかっていうのが、うん、だいたい推測できますね。分かんないけど、当てずっぽだとなんかちょっといいから APS-C ダメだこれマイクロフォーサーズ全然違う。またちょっとね、質問が意地悪だったのは、うん、あのその中には正解がなくて、あ、そうなんだ。1インチよりもちっちゃいんですよ、さらに。あー、物理的な問題ってこと？だからその言ったじゃん、センサーのサイズだから、うん、サイズって本当に物理的なサイズだから、うん、でかいセンサーになればそのほどカメラが大きくならないとダメなんですよ。であのソニーのやつはフルサイズなのにあんなにちっちゃくしたのがすごいって話をしたじゃないですか。あー、そっかそっか。で前のあの ZV-1 とかのコンパクトカメラでしょ、うん、あれはあのサイズに1インチが乗ったのがむしろでかい、すごいっていう。ああ、なるほどね。感じなんですよね。で GoPro とかやっぱり携帯とかはもう物理的にちっちゃいから、センサーサイズはもう1インチ以下です。へえ、じゃあ何かあの1インチ以下に、1インチ以下みたいな、1インチ以下のやついろいろ種類あるけど、うん、正確なサイズは忘れたけど、うん、た何せ1インチよりちっちゃかったはず。なるほど。だからあの基本的には画質的にはかなり不利なんですよ。うん、なのに GoPro とか結構綺麗に撮れるのはもう本当になんかその GoPro の秘伝の種みたいな。なるほど。いろいろチューニングがあるんですけど。うん、まあトモはね、そういうとこですよ。あ、このぐらいでもいいね。あ、そう。まあそんな感じなんで、まあ、ちょっとうまく撮れてるかわかんないですけどね。この価格で正解だったな。まあほら練習だから、うん、初めての GoPro でしょ、うん、うおー、すごいの見えてきた。伝わるのかなこれ。うわ、波やば。うわー、なんだこれ、すごい。これちょっと GoPro 失敗したかもしれない。でしょ全然伝わらんよ。はい、伝わらんですね、うん、もうあと20分ぐらいで。早いね。早いよ。てかこの道が早いね、空いてて。おう、うん、じゃあまた、はい、空いたら撮ってください。私が撮りますよ自分で撮りますよ。お願いします。はい、 This is a song for those who wait, for those who can celebrate, for those who always know the wayThose who would never say. I make you feel bad cause it's full moon. I make you feel bad cause I hate myself. なんかめっちゃ泣いてんぞ。どっかに鳥が。この中にいるけど見えないっすね。ここにちょうど水場があって、さっき鳥が来てましたけど姿見えないね。その辺にピラピラしたんだけど、私が来たら、うん、みんな逃げちゃった。でも鳴いてるからね、見つけられない。はい、ということでベストポジション見つけたんで、ここに止めてちょっと向かいたいと思います。今日はハーフムーンベイに来ております。この大人気、めちゃくちゃ大人気みたいで、駐車場が拡張の拡張ですごいことになってます。サムズクラムチャウダー。クラムって書いてない。え、本当だ、いろいろ適当なんだ。サムズチャウダー、え、クラムチャウダーじゃない、チャウダーとかあんの？
チャウダー。こんな。ドライチャウダー。オイスターバーだよ。そうだよ。オイスターバーに来たかったから来たんだよ。入れんのかな。人すごいよ、だって。席数がすごい、外で。うん。っていうので。オープンフォーテイクアウト。これですね。サムズチャウダーハウス。あ、全然やってるよ。じゃじゃーん。サムズグッズがいっぱい売っております。Hello. To you? It's about 45 to an hour. 3 to 12. Sorry. 45 to an hour. Ah, the wait time. 45分から2時間だ。The first name. K-O-H.普通にテイクアウトあるよ。クラムチャウダーだよ、やっぱり。うん、どうする？とりあえず本当にちゃんとウェイティングリストに入れたのか不安だったんですけど、アプリが今ちゃんとテキストが送られてきて、アプリではウェイティングリスト登録完了になってますね。ただ何人目とかそういう情報がないんで、いまいちどのくらい待ちなのかが分かりません。うわー、これ大人気ですね。入れんのかな。わ、海がすごい。あ、なんか湾みたいになってますね。ちょっと横須賀みたい。わあ、すごい。めっちゃ気持ちいいね、これ。おお。なんかあの霞んでる感じがすごいいいですね。へえ。なんか撮ってない。あ、本当、潮朝で潮干狩りしてんじゃない。潮干狩り、ちょうど湾みたいになってて、なんか波がないから多分穏やかでいいんじゃないですか。めっちゃ楽しそう。ここでまったり日向ぼっこして1時間待つか、あえて違うとこ行くか、か買って食べるか。でもここで買って食べる人もいないね。食べてんじゃん、あっちで。あ、そうなんだ。うん、どうぞ。また食べてでしょ。もう悩ましいよね、そのさ、うまいのかが分かんないからさ。うん、ちょっと今回は、諦めて次回にチャレンジってことで、フィッシュ&コーに行こうと思います。フィッシュコーあ、違う違う、フックフィッシュコーに行こうと思います。あのフックフィッシュコーっていつもサンフランシスコ市内の方に行ってるんですけど、なんかちょっと違う別の店舗があるらしいんで、ちょっと今から全然北方向で逆方向なんですけど、またドライブして南から北に移動して行ってみようと思います。うわ、鳥いっぱい、めっちゃ集まってました、鳥たちが。I'm a guess it goes somewhat like this. Are you sure you will love me in the middle of the night? When the darkness that's living on. ドリキンが今パーキングしてくれてます。 Yeah, such a clap.